プレコは、ナマズメロリカリアカ、アンキストルスアカ、およびヒポストムスアカに分類される魚類を、主に干渉魚として見た場合の総称である。学問的な分類に基づいた名称ではないが、事実上の和名として寛容され、定着している。正式にはプレコストムスだが、飼育者の間の故障では略称である。このプレコが定着している。なお、 近縁の数赤にまたがる種類の魚をまとめてプレコと呼んでいる。10センチメートル以下の小型の種類から1メートルを超える大型の種類まで大きさは多様。アマゾン川を中心とした南アメリカの熱帯域に分布する。水の流れの強い渓流のような環境に生息するものが多いが流れの弱い下流域や止水に生息する種類もいる。 鎧のように固くザラザラした鱗と岩などに吸い付くことができる吸盤状の口が特徴である。体型は水流を受け流すために腹部が平らな流線型をしていることが多い。胸びれの付け根にはエラがあり、オスは災害や胸びれにトゲが発達する。瞳の形状は猫やヤモリのように周囲の明暗で変化し、暗い場所では通常の魚のように丸く明るくなると、 上を向いたアルファベットの C のような形に変化していく。この瞳の形状をギリシャ文字のオメガを逆向きにしたものになぞらえてオメガアイと呼ぶ。産んだ卵を守る性質があることから稚魚の生存率が高く水質の悪化にも強い。体色や模様にはバリエーションが多く観賞用の熱帯魚として人気が高い。吸盤状の口でガラス面や流木などの苔をこそげ取るように食べる。 そのため、水槽の掃除役として飼育される場合が多いが、歯が強力な一部の種は、アクリル水槽に傷をつけることがある。また、藻類ばかり食べるわけではなく、水中の木をかじったり、水草を食害したり、他の魚の体表を舐めたりすることもある。ディスカスやエンゼルフィッシュ、ポリプテルスなど動きが俊敏でなく、体表の面積が大きい魚が、被害に遭いやすい。 プレコ同士の場合、テリトリーを主張して小競り合いをすることがある。大型の性格の荒い種類の場合は、殺し合いになることもあるため、そうした種類同士の同居には注意が必要になる。一部の種類を除き、水中の酸素が豊富な水流の強い環境に住んでいるため、エアレーションやフィルターからの水流の調整で、養存酸素量を確保してやる必要がある。 中型や大型の種類は現地では食用になる。沖縄や東南アジアでは野生化したマダラロリカリアダネが他の魚を脅かすほど繁殖しており問題になっている。フィリピンでは汚れた皮をきれいにするために放流されたが、藻類以外にも魚を食べてしまうため在来種の絶滅が心配されている。1980年代から1990年代にかけて 多くの新種が発見されたが、分類の不明なものが多く存在する状態になったため、便宜的に L ナンバーと呼ばれる商業トレード用の分類番号が作られた。これは、学名とは、無関係に L-001 のように番号で表すものである。また、近年になって、学術的な調査も進み、分類は再編されつつある。ありがとうございます。